今日は友達を連れてきたんですよ。はい、友達。お前の新しい友達だよ。この緑の怪獣。白か緑かの違いくらい似てると思うんだけど。いたずらしてますね、僕が。まあ実はこれ前からあったんですけどね。久々になんか、ぬいぐるみを出そうかなって思って。なんか何もなかったんでね、おもちゃ以外何も置物というか、遊ぶ道具というか、ね、遊び相手というか、何もなかったんで、久々にぬいぐるみを出してみたんですけど、全然興味ないね。もうそのいつも使ってるそのおもちゃにしか興味ないね。こっちの新しい友達、見向きもしないし、なんならちょっと怖がってるし。この距離感。やっぱ結局こっちなんだね。頭の上とか置いてみるけど。ああ、倒れちゃった。ただ踏まれてるだけだったね、友達は、どうやら。全然興味ないみたいで。ダメだな。ここに置いてたら、なんか、いつか仲良くなれる？怖がってるだけだね。ビビってる。ビビってるね。ただただビビってる。ほら、おもちゃ踏んづけちゃうけど。頑張ってるね。下から頑張って取ろうとしてるけど。いや、踏みつけてるから。あ、無事救出して。やっぱり既存のおもちゃの方がいいみたいです。やっぱりね、使い慣れたものの方がね、いいって、人も犬もやっぱそういう生き物なんだなって思いました。なんだこの感想。めげずに置いていましたけれども、一向にね、仲良くなることはなかったです。つまりそういうことなんですよね。悲しいけど、ぬいぐるみを出した意味はあまりなかったっていうことで。まあでもちょっとしばらく置いとこうかな。なんかもしかしたら仲良くなれるかもしれないしね。この今はこの距離感だけど、いずれもっと近くなるかもしれない。ね、やっぱこっちなんだね、結局は。楽しそうに遊んでるわ。ね。というわけで、このぬいぐるみはいずれまた出てくるかもしれないし、出てこないかもしれません。最後までご視聴していただきありがとうございました。なんとチャンネル登録していただくと、スモモがハピネスをお届けしに行きます。可愛いと思った人や癒しを感じた人は、動画の高評価もよろしくお願いします。